第2世代ジオブレイク70のステアになります。はい、はい、来ましたよステア。軽いです。軽いよね。でも扱いやすい。めっちゃ扱いやすいですね。はい、やってまいりました。ヨネックスの新戦力赤川選手です。僕のチャンネルで唯一一人まだ映ってなかった選手がいるんですけれども、ヨネックスの赤川選手です。はい、光栄ですよね。光栄です。はい、ということで皆さんもう多分美人っていうコメントで埋まるんじゃないでしょうか。TikTok も最近ねヨネックス始めたんで、はい、皆さんフォローよろしくお願いします。お願いします。で、今回なんで赤川選手が来たかと言いますと、またまたヨネックスにね新商品が出るということで今回持ってきてもらいました。はい、はい、こちら第2世代ジオブレイク70のステアになります。はい、はい、来ましたよステア。第2世代も出たということでかっこいいですね。なんかこの鮮やかな、なんかグラデーションがかってる。そうです、かわいいんです。これかわいい。めっちゃこれ動画でわかるかな。こちらなんかあれですか、やっぱ第2世代っていうことなんで構造は一緒ですか。構造は一緒になってます。基本的にでもステアといえば50と70の間ぐらい、まあ、50だとちょっと物足んないし、70だとちょっと硬いなとかって思う人は、まあ、こちらがいいんではないでしょうか。今日はこちらを使って赤川選手と、まあ、ボレーであったり、まあ、ランダ、まあ、次回の動画ではねサーブとかもやってもらおうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあやっていこう。はい、じゃあ最初ボレーはい、やっていきます。レッツゴー、ゆたろうチャンネル。じゃあ早速ボレーやっていきます。僕は V を使っていきます。 S を使っていきます。やっていくぜ。レッツゴー。レッツゴー。赤川ちゃん、何だい、あゆ太郎くん、どうでしたか。軽いです。軽いよね。でも扱いやすい。めっちゃ扱いやすいですね。ほらもう手首とかが、ね、痛くなるのこうやり始め、はい、痛くなかった。大丈夫ですか。大丈夫だった。これでちょっと、まあ、僕が V 使ってるんですけど弾きも良くてね、はい、いいですね。これでちょっとランダムやっていきたいと思います。はい、やっていこうか赤川ちゃん。やっていこう、あゆ太郎くん。めっちゃ盛り上がる。あゆ太郎チャンネル。すいません。
チャンネル。はい、お疲れちゃん、お疲れちゃん、赤川くん。あゆ太郎ちゃん、お疲れ様。お疲れちゃん、お疲れちゃん。あの第2世代ジオブレイク70のステアの、僕は V を使って、はい、S を使ったんですけれども、どうですか、赤川選手的に。今日初らしいので。はい、振りやすい、すごい振りやすいんですけど、はい、ちゃんと掴みやすい、うん、柔らかい打球感がすごくいいなと思います、はい、確かに僕も操作性抜群に良くて、あのなんかこうやばいって言ったところでもヘッドが回ってきてくれる感じがすごい良くて、うん、はい、めちゃくちゃ扱いやすかったです。まあ、僕 V なんで少し多分弾きがこっちよりかはね、はい、固めというか、こちら8月中旬です発売予定ですので皆さん楽しみにしてください、はい、楽しみにしてください。赤川ちゃんの応援もよろしくね、みんな。お願いします。さて、この動画がいいねと思う方はグッドボタンします。この動画がそんなに良くないなと思う方はグッドボタンします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。バイナー。汗やば。ちょっと。ほんとみんな脱水症状気をつけて飲み物飲んでね。たくさん飲んでください、夏。たくさん飲んでください。みんなで乗り越えましょう。はい、乾杯。指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber、あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。